こんな暗がりの街外れの公園で一人ぼっち。しかもそんなに息を切らせて。あなたどうしたの逃げてきたあら、こんな危ないところよりも危険なものがあったの <laughs> そうよね。人間のいるところが必ず安全だなんておかしいものね。それで どんなものから逃げてきたのうーん、頭がおかしい女から <laughs> あなたモテるのねそんなこと言ってる場合じゃない監禁されて頭をいじられそうにあらら、それは災難ねでもどうして逃げられたのかしら わかんないって、それはそれでどうなのかしら。手錠が石みたいに脆くなって、なんとか抜け出せた <laughs> あら、それはよかったじゃない。あなたがここまで来れて、私と出会えたのも何かの運命じゃないかしら偶然 <laughs> おかしなことを言うのね、あなたも。 私のこと知らないそう、もっとよく私の目見てくれない綺麗でしょ吸い込まれそうで、体もだんだん動かなくなる。あら、どうしたの 体が急に動かなくなったって顔してるわよ。ほら、ちょっとだけ首が動くようにしてあげるから、自分の手足見てみなさいな。どうその壊してきた手錠みたいに石になってるでしょ。あ、無理に逃げようとしたらダメよ。その手足が砕けたら私だって 二度と再生してあげられなくなっちゃう。<laughs> ほら、ベンチに横になりましょう。その方が手足に余計な負担がかからなくていいと思うわよ。よしよし。いい子、いい子。<laughs> メドゥーサってわかるわよね。髪が、 こんな風に小さい蛇たちで目を見ると恐怖で石化しちゃうってやつ別にあれ怖がってくれなくても自由に石化できちゃうのよ俺を食べる気なのかってそんなわけないじゃない <laughs> あ、でも別の意味で食べちゃうかも <laughs> なんで俺なんだって質問が多いわね。でも答えてあげる。あなたは私の愛しい人なんだから。あら、すごく困惑した顔。やっぱり思い出してくれないのね。お姉さん少し悲しいわ。そうね。 昔話をしてあげる。昔々あるところに女の子が一人。自分の正体は隠していたけれど、つつましやかに幸せに暮らしていました。だけれど、理由もなく他の女の子の反感を買った女の子は、それはそれは惨めないじめにあいました。それを小さいけれど、 勇敢な男の子が助けてくれて、名前も言わずに立ち去り、そして女の子は解放されて、ハッピーエンド。そこで二人が結ばれれば、幸せは永遠に続くのだけれどね。でも、女の子は男の子を探し続けて言うよねやっと探し当てたその人は、 他の女の子と幸せに暮らしてた。そう。それがさっきまでのあなた。私はてっきり私のことが好きで助けてくれたのかと思ってた。でもあなたは他の女の子にも。だから私が助けてあげたの。これは私からの恩返し。でも、 何も言わずに去っていった分のお返しもしてもらいたいわ。だから、私にもらう権利があるわよね。もう、嫌だ嫌だって、そんなにうるさくしてると。お口も石にしちゃうわよ。はい。いい子、いい子。安心して。 これから連れてく私の家でも、全身を石にしたりはしないから。そしたら、あなたのぬくもりとか、柔らかくて優しい部分がなくなっちゃうでしょうでも、お板をしちゃった時には、石にしなくちゃいけないところも、どんどん増えちゃうかも。<laughs> ビクってしてるかわいい。あ <laughs> その表情うずっとずっと探してきた甲斐があったわそれにこれからはいろんな顔を見せてくれるわよね。そうよね。<laughs> これからは私が守ってあげる。 可愛がってあげる。愛してあげる。かつての恩返しに。ね。